野原鎖蛇は、鎖蛇か鎖蛇族に分類される蛇。特定動物。イタリア中部、ウクライナ、ギリシャ、中華人民共和国北西部、ハンガリー、フランス南部、モルドバ、モンゴル人民共和国、モンテネグロ、ロシアなど、オーストリア全長50センチメートル。頭部の鱗は大型。背面の鱗には筋状の隆起がある。 胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の数は21。相配出口までの覆面にある幅の広い鱗の数は114から145。相配出口から後部の鱗の数は左右に18から37ずつ。背面の体色は褐色や高褐色、灰色。暗色の楕円形の半紋が2列で交互に入るが、半紋がつながる個体もいる。 また体側面には暗色の反転が2から3列で入る。全身が黒い個体もいる。毒性は出血毒。毒性は低いとされる。標高3000メートルまでの草原に生息する。食性は動物食で昆虫類、小型爬虫類、小型哺乳類などを食べる。繁殖形態は卵体制。開発による生息地の破壊などにより、 生息数は激減している。分布そのものは広いものの、個体群は小さく分断されている。http://www.iucnredlist.org スラッシュ l ィテールズスラッシュ22997スラッシュレキュソビエト連邦の個体群の属。ありがとうございます。